木でね、今からあの地下の絵の部分を作っていくんですけど、持ち手の部分を作っていくんですけどね、ホームセンターとかで、まあ、あの売ってます材木とかいろいろうちにも余ってる、こういうね、あのなんていうかな、キャンプ道具作る時とかいろいろね、あの買った端材とか、テーブルの端材とかいろいろありますけど、どうしてもね、やっぱりあの長くいいものを作ろうと思ったら、やっぱりあのホームセンターで売ってるようなこの合わせのね、こういう合わせっていうかな、材木ではね、なかなかやっぱりあのいいものはできないですね。こう爪をね立てるとへこむぐらいですからね。まあやっぱりちょっと硬い材質が欲しいなと思って、でなかなかね売ってないので、実はうちのあの実家の姉ですけど、いろいろとあのやっぱそういうね、長いこと仕事をしてるわけですよね。でそういうこうあの端材をですね、ちょっとくれよと電話入れましたらね、クリックポストでもう端材やから好きにせえということで送ってくれました。でやついろいろね、金属とかそのこういうね、これは多分ローズウッドをくれって言ったら、これローズウッドやと思いますね。ローズウッド、仏壇とかね、あんなんですね、シタン、シタンですよね、黒炭とかシタンのシタン、ローズウッドね、と思いますね。ローズウッドもいろいろ色あるんでしょうけど、ギターなんかの材質もローズウッドが多いですよね。ローズウッドをくれって言ったらね、端材やから好きにせえってこうやって送ってきたんですよね。でまあね、薄っぺらいのもあれば使えそうなのもあるんで、これ結構硬いらしいんですけどね、まあこういうこれぐらいのやっぱりあの材料でやっぱりこう絵を作って、これをもう磨き上げてね、もうツルツルピカピカにねできるんですけど、したいんですけどね、だからこういう好きにせえっていう端材と、でまあ鞘の部分は革っていうことになってるんで、でね結局ね、あのこういうもので仮にまあ絵をね合わせてこう作るじゃないですか。で結局革の入れ物に入れたとしても、やっぱりバトニングとかするときにどうしてもね、手が滑るとね刃に来るんですよね、手がね。で怪我をするってことで、みんなどうしてるか言ったらね、この結局あの木のところに指の形にこう掘って、前に行かないようにストッパーみたいにねしてる人もいますし、あとはあのうまくあの真鍮みたいな金属でちょっとあのツバみたいなものをねつけてる人います。だからね、一応ね、真鍮もなかなかねホームセンターに売ってないんで、端材の真鍮はねうちの姉貴が持ってるんでね、なぜか5ミリぐらいのが欲しいなって言って、あるかって言ったら、まあ、あるよっていうことで、まあこれもまあちょっと、鉄より柔らこいかな、アルミより硬いよね。だからこういうねちょっとしたやつをねくれって言ったらね、なんとこれ全部真鍮ですよね。真鍮をねあの一緒にね、端材らしいですよ、送ってくれました。まあもうこれぐらい厚かったらいいんじゃないですか。こんなんちょうどね、これをまあまあドリルで穴を開けて、でこのちょっとこうややこしい形のここへこう通しますや。で通して、で大体ここであの引っかかるようにあの作るんですけどね。でここをもうちょっと掘り込んでいって、で作って、でこれをね、まあ僕は和風が好きなんやけども、あんまり洋風仕立てにしたくないの、だからといってその刀つばみたいな、そんな格好悪いし、でこれをちょっとね楕円形楕円形にね端をねカットしていってね、なんていうんかな、楕円形のつばみたいなね、ほなこう手がねここから前へ行かんかったら、歯に行かんから危ないことないですよね。だそういう風なものをちょっと作っていこうと思います。レザーのそのケースっていうんかな、ナイフのレザーケースなんとかいう名前みたいですよね。あんま私詳しくないですけど、まあ、そんなのをまあちょっと画像とか参考にしながら、商品参考にしながら作っていこうと思った時に、あのレザークラフトのお店はありますが、まあなんか革っていろいろ高いし、そんなにたくさんいらないから、よく考えたらね、うちあのよくあの私ギターが好きなのはね、割と分かってもらってる人多いと思いますけど、結局ねあのまあいろいろなギター集まってきたりね、委託販売してくれとかいろいろあるんですけど、その中でねもうあの
いらないわっていうような、部品いっぱい来るんですよね。で、これも私なんて買わないし、たくさんあるんで、これ買わないんですよね。これ何かって言ったら、ギターの肩掛け、ストラップっていうやつですね。エレキギターなんかとか、フォークギターを、ここつないで、止めて、肩にかけて立って歌うっていうね、そういうね、やつですよね。もうね、いくらでもあるんでね、別にいらないですけど、ね。これがちょうど、レザーのそういうクラフトショップに行っても売ってるの、どうせこんな程度のもんやと思いますわ。で、これもええ色してますんでね、バックスキンでね。それから、これを全然長いので、予定としましては、まあまあ切ってですね、まあ、切り込んで、で、このまあまあ刀の形にしといて、で、結局、ここをね、ミシンなんかはね、やっぱり革用ミシンってすごいね、強力なミシンがあるみたいですけど、そんなん持ってませんので、でわざわざ今回用意する気もないので、まあ、ハトメみたいなね、ボタンをね、ここにこう、穴開けるやつはね、革のパンチは持ってるんですよね、こういうのはね。で、それで、ちょっと待って、ね、こういうもんですね。こういう革パンチってありましてね、この穴のね、大きさがいろいろね、こうやって変えれるんね。だからその、ハトメじゃないな、金属2つ合わせてね、ぐちってこうね、バチッと止めるね、カシメかな。カシメっていうね、ボタン売ってるんですよね。ミシン当てたいけど、ミシンがないので、こういうことで、こう、パッチンパッチン、こう、きれいにね、穴開けていって、そこにカシメると。で、まあ、絵ができて、で、まあ、ここからこうね、こういうもんでね、こういうの材料で、ボタンつけたらええんちゃいますかね。みんなこんなになってますわね。ほんで、まあ、腰の、ベルトになんかこう、つけるような、ようにするには、こう、折ったらええですわね。うん、だからそういうね、予定なんですけど、なんとかね、ちょっとね、つかの部分、ね、握りの部分は、やっぱりちょっとね、どうしてもちょっとなんとか今の状況、これ洋風に流れてますんで、なんかちょっとね、やっぱりこうアメリカン、ヨーロピアンじゃなくて、ちょっと和テイストを、どれだけ工夫して出せるのかなというところでございますね。はい。じゃあ頑張ります。持ち手の部分ですけど、いろいろ固めのかっこいい色のね、そういう材木はうちの姉からもらったんですけど、まあ和テイスト和風っていうことで、ね、実はね、こういうもんがありますね。これ何と思いますか。これ面白いですね。これは何と思いますか。なんか貼ってますね。じゃ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 。これ実は、三味線のネックなんですよね。三味線の A っていうのかな。三味線のネックですよね。完全に。こういう、1番、2番、3番とか大体貼ってるのは、大体ね、もういい三味線ではなくて、練習用で買った一番最初に買う三味線、これがね、多分安物やと思いますわね。だから売ることができないので、一応委託販売でいつも預かるんですけど、結局もう不要品みたいなね、もう粗大ごみ的なもんになりますんでね、こういうのちゃんとね、捨てずにね、置いててよかった商品ですよね。なんかものすごいセロテープですけどね、このセロテープ取るのが一番嫌なんですけどね、貼ってほしないなっていうね、いくらなんでもね、まあいい三味線にはまあ貼らないでしょうけど、でもね、気ぃつけなあかんのは、ひょっとしたらね、こんな名器っていうんかな、ものすごい名品をね、練習で使ったような感じにしてね、私が間違ってね、もううん十万、うん百万する三味線を潰してしまうっていうのがね、一番やばいですけどね、まあ多分そういうことはないと思いますね。これはもうなんかね、これ、こういう三味線でこんなんなってるんですよ。バラバラにできます。ね、高いんかな、やばいな、大丈夫かな、うん、分からんけどね、うん、まあこれなんかをうまいこと合わせるとちょっと形がいびつですが、うん、うまく切っていくとなかなかいいものに
なりそうな予感がしますね。でもダメやったらもうこいつがちょっとね加工で形ダメやったらあのこっちねもらった方を使うと思います。まあまあねいつものパターンですよね。ここ使えませんのでここが落としますけど、まあいつものパターンで長いのは削れても短いのは足すのは大変なのでこれぐらい10センチ、まあせめてとりあえず11しておきましょうか。まだね余りがあるんでね。こういうね感じ。ちょっと穴が開いてますけどね。まあどうせまあまあ開くからいいんですけど、こんなもんですよね。11センチ。まあ硬い木はね、まあ硬い木はまあゆっくり切るしかないですよね。まあ、これどうせまた研ぐんでね、セロテープ取れますわね。まだ半分にしたいですよね。こういう丸いとこと四角いとこあるんで2個合わせにするとちょっと大きいので、ちょっと大きすぎるよね。でもこれじゃちょっと小さすぎる気はするけれど、そうですね、これでいってみましょうかね。使うかやね。あ、こうでもおもろいね。こういう握りか。これ大きすぎるしね。これはちょっとだいぶ削らんと大きい気がするけど、これはなんかこれでもまあこれでもええかなと思ったけど、うん、逆にこれをこうハスカイにするとちょうどこういうね、こういう感じ。ちょっと細いか。マキタのトリマーで小さいトリマー持ってないんで、何度かちょっと大きいのでやりにくかったですけど、本当はこう木の台に固定したらいいんですけど、めんどくさいしね、挟んでなんとかね動きながらやりましたけど、まあ何度かここまでは惚れ込みましたけど、ちょうどねここをやっぱりねちょっと膨らんでるんですよね。ここが膨らみがあるので、一番分厚いとこがね結構あるんで、まだねここの幅はねあったんですけどね、分厚くてね、真ん中が分厚くて入らないので、その高い一番深く一番高いところに合わせて全部深く掘ってもいいんですけど、それはちょっとねまたあの安定が悪いですよね。なるべくはここぴったりはいかんけど、まあぴったりにした方が安定はね望まれますので、後で詰め物するのもなんですのでね。であのルータービットっていうのがあってね、まあこういうのがあるんですよね。
まあ、よく私も好きで使うテーブルの角をね、段々付きにしたりするね、道具ですよね。ね、ヨーロピアン風のかっこいいやつがありますよね。あれをやるときにこれ買ったと思うんですよね。これはね、結構重宝しますよ。で、今回は、こういうね、山型を作るのに、これはちょっとね、鋭角なんですよね。これもちょっと使いますけど、ちょうどいい三角がないので、まあ、とりあえずは、この丸いので、行ってから、これで調整しようかなと思いますね。はい。とりあえずだいぶ落としました。汚くなりましたけど、で、まあなんとか刀収まるようになってね、身の太い部分とか細い部分とかすごいややこしくてね、これ削っ、ここ削って平らにしたかったけど、なんかそれするとなんかもったいないかなっていう、強度もくそもないけど、なんかね、なんかちょっとそれ違うなと思ってね、めんどくさいけどね、なんかだんだんにね、掘っていったら変な形で汚くなりましたけど。で、もともと三味線の絵っていうのはね、三味線のネックやな。ネックっていうんかな。三味線の首はね、ここに弦があって、で、こういう格好ですよね。で、ここに弦があって、こない弾くんでしょうね。それで、こうも考えたんやけど、こうもいいかなと思ったんですけどね。まあ、とりあえず、ちょっと面白いんで、逆さまにしたら、ちょうど、ひし形みたいな形になりよったんで、でもこの形でこう、ここをね、また削ればね、ちょっと丸く削ればいいんじゃないかと思って研磨しました。刀が入るようにはなったんですけどね。どうやったかな、こうやったかな、こうやね、うん、でね、つばの部分がね、若干ね出ますんで、これぐらいで、こういう握りっていう感じ、こういうね。で、ここは角はやっぱりね、ちょっと尖りすぎてるんで、ここはどうしようかな、ちょっとそこかなっていう感じ。なんか、ちょっと、なんか、すごい形に なるねって感じ。うん。で、あとは、今日は、この後は、ここをね、とりあえず接着剤で、止めていって、で、また、次の工程に行きます。はい。で、まあ、ちょっと、ね、ここのね、白がね、ちょっと少ないので、ちょっと強度が弱いかなと思うんで、まあそれはまた刀仕込む時に木ネジを入れてね、でネジ隠しみたいなね、隠しネジにして何とかやっていこうかなと思いますね。まあまあ鞘は一応抜けるようにはしとかんと、また研いだりする時厄介になるんで、そんな感じですね。こんな感じでございますね。これを合わせてピチャッといって、普通こんな形はなかなかね、切れないですからね、どう考えていても。ちょっとこれは押さえづらいかもしれないですね。いや、あかんな、横へずれるわ。うわ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 、この形はちょっとやばいですね。あかんな、これはちょっと自然にくっつけましょうか。自然体でいきましょうか。うん、まあどうせまたね、ビスで止めるんで、一旦これで仮止めね、タイトボンドで、まあ仮止めになれば、どうせあとはビスを掘り込まな、ちょっとどうしようもないので、これはそんなします。はい、あとは削れますんで、別に汚れても全然構いません。はい、熱いでー。